い、どうもアルティメット工房のサミです。今回はですね、すごく話題になっていた新チケットアプリジャニーズチケットについてお話をしていこうと思います。ジャニーズ事務所が10日公式サイト上でコンサートイベント入場用の新たなチケットアプリジャニーズチケットの導入を発表したということなんですけれども、新たに導入されたチケットアプリジャニーズチケットでは、代表者と同行者がそれぞれアプリを通してチケットの受け取り入場確認を行うことができるという。公式サイトではアプリをダウンロードして設定を行う手順や使い方、よくある質問について説明している。当選した公演のチケットはアプリ内で表示され、来場時には感染症対策に関連する複数の確認事項にチェックをつけた上で、ゲートに端末をかざして入場するという仕様。2名で入場する場合は個別の端末に1枚ずつチケットが表示される。なお同行者の変更やスクリーンショットしたチケットでの入場は認められていない。対象となるのはサマーパラダイス2022の公演。まずはこれだけということですね。アプリのインストールとファンクラブ会員連携を申し込みの必須条件としているということだったんですけれども、今回は実際にアプリを入れて手続きをするまでを動画にしたいと思います。はい、まずはこちらですね。 iPhone、Android どちらも入れることができるアプリになっているんですけれども、アプリで便利にチケット管理、タッチするだけでスマートに入場、次へ一人でも入場が可能、それぞれ個別に入場 OK、 代表者と同行者ですね。コンサートを楽しもう、これを読むと携帯番号、こちらの入力に進みます。電話番号宛に SMS のメッセージが届きますので、メッセージを確認して認証コードを入力します。ジャニーズチケットアプリへようこそ。 FC 会員の方は、ファンクラブ会員の方はお申し込みの際にファンクラブ会員連携が必要となります。トップページのファンクラブ連携からお手続きください。ファンクラブ連携は後からでも連携が可能です。ファンクラブ未会員の方も同行者登録に本アプリが必要となります。チケットはご当選公演日の3日前より表示されます。ファンクラブ会員の皆様、チケットのお申し込みにはファンクラブ会員連携が必要となりますので、連携をお願いいたします。ということでファンクラブの連携をしてみましょう。まずファン区分を選びます。私はキング&プリンスなので、キング&プリンスを選んで会員番号を入力します。パスワードを入力してログインですね。はい、こちらでファンクラブの会員の連携が取れました。このような流れで新チケットアプリを使ったジャニーズチケットへの登録が完了するわけなんですけれども、ジャニーズチケットは iOS 版、Android 版をそれぞれ無料でインストールできるとありますが、こちらに寄せられたコメントを見てみると、これってチケット代はまとめて代表者が払うんですよね。まあそういうことになりますね。チケットが直接同行者に送られるなら、家族以外だと先に払ってもらわないとトラブルの元になるのでは。まあ確かにそうですね。行けなくなってチケットがダメになった時に万が一払ってもらえないっていう事態を招きかねませんか。当選時には事務局に払う前に同行者に先に払ってもらうようにしなければ。というかこんなシステム作るなら公式リセールが必要だし、行けなくなっても変更できません、変更できないし払い戻せないので空席にしてくださいとか、おかしくないですか。もともとは高値売買してる人たちが悪いんですけどね、犯罪だしもっと積極的に取り締まってほしいです。で確かにね、家族とか友達以外の方と行くこともあると思いますし、ってなった時にやっぱりね、ここでコメントあるように代表者が先に払ってしまうのであれば、同行者にチケットを表示させるのではなくて、お金をいただいてから分配をするみたいな方法の方がいいかもしれないですよね。確かに高額転売する人が悪いからこういうシステムになったことは仕方ありません。しかし同行者を変えれないとか、システムエラーが起きても事務所は責任取らないとか、ファンのこと舐めてるアプリなんて必要ですか。スマホ持ってないと入れないとか、 iPhone8 以上じゃないとダメとか、 Android なんてどうなっても知りません状態のアプリをどうして受け入れることができましょう。頭がいいのか悪いのか分かりませんが、何度もこういうシステムやって結局うまくいった試しはないので今回だけとなりそうですが、というコメントですね。確かにうちの母もずっとガラケーだったわけですし、今も iPhone にはなったといえど、私の前の携帯を使っているので iPhone6 のままなんですよね。なのでうちの母はファンクラブにせっかくね入ったって言っても、このアプリを入れることができないですし、今後
キング&プリンスその他グループのコンサートチケットがこのアプリが必須になってしまったということになれば、うちの母はね行けないということになるので、ちょっとね考えていただきたいなとは思いますけれども、抜け道探せばいくらでもありそうというか、ジャニーズの転売防止って講じれば講じるほど転売方法も高度になってていき、いたちごっこな気がする。まあないよりはマシかな。これで不正購入転売がなくなり、本当に行きたい人がチケット入手できるといい期待してます。でも絶対に抜け道見つけ出す人がいるからな。まあそうなんですよね、転売ってね。余計なアプリ作るよりファンクラブ入会時に NHK みたいに顔認証でよくない？入れるとしたら一覧性の双子ぐらいでしょう。でもさ、あの iPhone の顔認証もたまに反応しないことがあったりするわけじゃないですか。ちょっとね不安だよね。同行者が変えられないとか無理です。 QR コードも最初トラブルだらけだった。今はコロナ落ち着いているけど、同行者変えられないならば無理やりでも行くってこと？事務所は損しないからね。確かにさ、自分の体調って自己管理しているとはいえども、いつどうなるかわからないわけじゃないですか。ってなってキャンセルができないとか、払い戻しができないとか、他の方にチケットが譲れない、あの高額ではなくてその定価で譲ることができないっていうような現状の方がまあ問題かなとは思いますけれどもね。同行者も別携帯でアプリが必要ということですかね。そうだと携帯持っていない小さい子連れ申し込みは困る。まあそうだね。でまだリリースしたばっかりなので、これから改善されたりとか、どんどん不具合が改善されるのかなとも思いますけれども、基本的な構造は変わらないと思いますので、ツイッターとかでもトレンド入りしてましたけれども、結構反対派が多いように感じます。実際にサマーパラダイス2022の公演が対象となるということなの で、すぐに携帯変えられるわけでもないし、都合もあると思いますので、行けないという方もね出てくるんじゃないかなと思います。まあここのところね、そういう問題をどのように改善していくのか、今後も新しいニュースが入り次第皆さんにシェアしていこうと思います。ということで、今回は話題になっていた新チケットアプリジャニーズチケット、これについて軽く説明した後に、実際にアプリを入れて登録をするまでの流れをやってみました。さあ皆さんはこの新チケットアプリジャニーズチケット、この導入をどのように感じるでしょうか。皆さんの意見をコメントしていただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、アルティメット工房のサミでした。